皆さんこんにちは。西脇警察署杉原谷駐在所の正樹です。今回は春の全国交通安全運動についてお話しします。実施期間は例年新入学や新学期に合わせて4月中旬に実施していましたが、今年は統一地方選の実施に伴い5月11日木曜から5月20日土曜までとなっております。実施重点については、1、子どもをはじめとする歩行者の安全確保、2、横断歩行者事故等の防止と安全運転意識の向上、3、自転車のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底の3点となっています。運動重点についての警察からのお願いです。次の点に注意してください。子どもをはじめとする歩行者の安全確保について、歩行者も交通ルールを守りましょう。幼児・児童をはじめとする歩行中の交通事故が多発しています。信号は必ず守りましょう。横断歩道では必ず止まり、右と左をよく見て車が来ていないことを確かめてから渡りましょう。地域や家庭で通学路などの安全を確かめましょう。最高速度30キロの区域規制のゾーン30など人優先の安全安心な通行空間を目指して対策を進めています。地域や家庭で日頃から通学路や生活道路等の安全を確かめましょう。横断歩行者事故等の防止と安全運転意識の向上について、横断歩道は歩行者優先です。車の運転者には横断歩道を手前で減速義務や停止義務があります。歩行者の横断を妨げないようにしましょう。思いやり譲り合いの気持ちを持って運転しましょう。ダイヤマークを覚えていますか？路面に書かれたダイヤ型の道路表示のことで、この先に横断歩道または自転車横断帯があることを意味しています。このマークを見たらアクセルから足を離し、その先の横断歩道に歩行者等がいた場合に確実に停止できる準備をしましょう。飲酒運転は絶対にしない、させない。煽り運転はやめましょう。飲酒運転や煽り運転妨害運転は極めて悪質、危険な犯罪です。アルコールは少量の摂取でも安全運転に必要な情報処理能力、注意力、判断力などが低下し、交通事故の危険を高めます。お酒を飲んだら絶対に車を運転してはいけません。煽り運転もやめましょう。自転車のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底について、自転車利用者はヘルメット着用、自転車のヘルメット非着用時の致死率は着用時と比べて高くなります。自転車を利用するすべての人はヘルメットを必ず着用しましょう。自転車の交通ルールを守りましょう。自転車に乗るときは自転車安全利用五則を守りましょう。自転車安全利用五則は、1、車道が原則左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。2、交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3、夜間はライトを着用。4、飲酒運転は禁止。5、ヘルメットを着用となっており、昨年11月1日に内容が改正されています。それでは最後に警察の豆知識を紹介します。交通安全に係る運動について年に何回実施されているかご存知ですか？教えて、おまわりちゃんの豆知識。交通安全に係る運動については年間に4回実施されています。春と秋の交通安全運動は全国運動となっており、実施時期や運動重点は全国で統一されています。夏と年末の交通事故防止運動は県民運動となっており、都道府県ごとに実施時期や運動重点が異なっています。
いかがでしたか？皆さん一人一人が思いやりの気持ちを持ってハンドルを握り、交通事故防止に努めましょう。以上、西脇警察署からのお知らせでした。